ケンキジロンド県は、フランス南西部に位置するフランス本土最大の県で、ある。ガロンヌ川とドルドーニュ川が合流してできた、ジロンド川にちなんで名付けられた。ヌーベルイコールアキテーヌ地域県に属する。フランス革命後の1790年3月4日、かつてのギエンヌ及びガスコーニュの一部を分割して誕生した。 1793年から1795年までは、ベックダンベス県と呼ばれていた。当時のジロンドという名称は、ジロンド出身者で占められていた政治クラブジロンド派のことを意味していた。当時のジロンド県は、歴史的経緯の異なる3つの地区からなっていた。1789年から1850年まで、県西部は、水はけの悪い荒れ地で覆われていた。 この荒野は羊に餌を与えるために、畜馬に乗った羊飼いたちが監督して乗焼きすることで維持されていた。羊の群れを監督しながら、1日あたり 15km から 20km の距離を容易に竹馬に乗って移動していたのである。1857年6月19日法により、19世紀の半ばから松の植林が組織化され導入された。 松谷の採取を目的としたこの植林は、ジロンド住民の大多数が自由に行え、これによりジロンドの海岸風景は一新し、県経済の半分を完全に塗り替えるものとなった。第二次世界大戦末期、内地フランス軍に参加した県民は2705人であった。ジロンド県内の地方区分ランド県、ロットイコールエイコールガロンヌ県、ドルドーニュ県、シャラントマリティーム県と接している。 県は、主として4つの地方区分がされている。県西部及び南部の大部分は、旧ガス港にも一部であった。ジロンド県は、大西洋に面した1 2 6トルもの海岸線を持つ。ジロンド県は、海洋性気候である。夏と冬の気温差は小さい。冬は、比較的温暖で夏は過ごしやすい。降雨が適度にあり、冬には、より多くなる。 一方で夏と初秋は乾燥する。7月は50ミリ、1月は100ミリである。外して内陸部より海岸地方の方が降雨量が多い。ボルドーの年間降雨量は820ミリで、年間の雨天日数は150日である。ジロンドの平均気温は1月で摂氏5度から摂氏7度、夏は摂氏19度から摂氏21度である。出展。 スプルーフ、および、陰性、2006、2011年ジロンド県全体で、オック語が話される。ガス購入語、ラングドックオック語、リムーザン語の3つの方言に分かれる。オイル語の一種である、サントンジュ語もわずかな地域で話されている。公用語である、フランス語は、県全体で話されている。中世以降上流階級がフランス語を話し、フランス第三共和制によって、 国家統合の統一言語として県に課せられた。県内で生産されるワインを、ボルドーワインといい、ブルゴーニュワインと並び、フランスの最高品質をる、名状品である。メドック、サンテミリオン、ポムロルなどの高級赤ワインの産地があり、また、ソーテルヌを中心に生産される甘口白、ワイン、ソーテルヌワインも名高く、シャトーディケムは、 世界最高の寄付ワインの一つとされている。人口が1万人を超えるコミューンは以下のものである。ありがとうございます。